おむつ。おむつ、おむつ、もしくは、おしめは、排泄物、尿や瓶を補足するため下腹部に着用する布や紙で、ある。使用形態や元々の素材から大きく、布おむつと使い捨ておむつ、紙おむつに分類される。主として、赤ちゃん、乳幼児や一部の高齢者、障害者、入院患者など、排尿や排便を、自己の意思で、制御できないものや、 体の自由が効かないために、トイレに行くことが困難なものが使用する。また、普段はトイレで用を足せるが、失禁、過敏性腸症候群、野尿症などを患っている人の対策としても、使われる。特殊な例としては、長時間不自由な状況下に置かれる、宇宙飛行士にも着用されている。犬や猫などのペットに使わせる場合もある。 ペット専用のものは尻尾を通す穴があるものもある。尿や瓶の水分を保持する目的から吸水性を求められ、水分の漏れを防ぐために防水性のある素材で、外側を覆い、脱落を防止するために固定、あるいはゴム状の素材などである、程度締め、固定する必要がある。肌に直接触れ、かつ特に肌の弱い乳幼児に使用される、性質上、 素材の肌触りもまた重視されている。赤ちゃんは腹式呼吸をしているのでお腹で止めると赤ちゃんは苦しい。布おむつでも紙おむつでもおむつはおへその下で止める。古来よりの言葉、むつき、おしめが交互として変化したものとする説と、一旦のさらしから六枚分のおしめが取れることからおむつと呼ぶようになったとする説がある。ちなみに、 源氏物語の切り壺の巻に、光の君、光源氏が今日、ムツキにくるまれていたという記述があるが、古来よりの言葉、ムツキ、おしめは、英字の産みを指していたのであって、現代のおむつ、おしめを指していたのではない。使い捨ておむつの普及に伴い、旧来の布製おむつを区別するために使われる故障。吸水性のある布や面でできた、吸水部分を股間に当て、 全体を覆うようなカバーを使って体に密着するように型する。おむつもカバーも選択して繰り返し使用する。おむつは1日に多い時は20回ほども買えるので、最低で20組、余裕を持たせるには30から40組ほどは必要になる。おむつカバーは4から5枚、赤ちゃんの成長に合わせてサイズの大きいものに買い替える。 さらしやドビー折りの布で輪になるように縫い、成長に合わせて適度な大きさに折りたたんで使用するものはおむつ。あらかじめ折った状態で縫い付けてあるもの、また近年は履かせやすさ、履き心地が考慮され、おむつカバー内にそのまま収まる形に成形され、水分吸収力を強化したもの、成形おむつなどがある。成形おむつは、吸収部と肌に触れる部分が別体になったものもある。 おむつの内側に敷いて、おむつ自体の汚れを軽減させるおむつライナー、使い捨てタイプと繰り返し使えるネットタイプがあるを利用したり、使い捨ておむつ同様にカバーと一体化したもの、防水加工されたものなど、使い捨ておむつに近い使い勝手のものもある。日本の布のおむつカバーの主流商品は、高温多湿の日本の気候にあった、通気性の良いウールや綿素材が多い。 通年、特に春先から秋口にかけては、通気性の良いウールや綿素材のカバーが好まれ、傾向がある。また、秋から春先にかけては、通気性はやや落ちるが、洗濯後に乾きやすい、ポリエステル素材が好まれる傾向もある。海外の布をむつカバーの主流商品は、ポリエステル100%など化学繊維でできているものが、多い。 1970年代までの日本では、三角おむつや、巻きおむつと呼ばれる腰に巻きつけるようなおむつの当て方による股関節脱臼時が多かったため、1980年代以降、布おむつは、高おむつと呼ばれる当て方で使用するように徹底的な指導が行われた。瓶などが付着したら、新品に交換し、再使用を前提としない市販のおむつである。 素材として必ずしも紙の実が使われているわけではないこともあり、紙をむつという故障は適しているとは言い難い、習慣上そう呼ぶ人は少なくない。かつての使用素材は紙や綿であったが、1980年代以降は高級水性ポリマーや不織布を使用するなどの工夫により、布をむつをしのぐ性能を有するようになってい。種類は大きく分けて、テープ止め、タイプ、 パンツタイプ、フラットタイプ、パッドタイプと4つあり、大人用は全ての種類が使用され、乳幼児用需要は主にテープ止めタイプとパンツタイプが使用れる。乳幼児用需要は少子化で国内の需要が減退している中、海外輸出が旺盛である。一方で、大人用は高齢化社会により、需要が急増し、2000年頃からドラッグストアなど、販売店での大人用紙を持つ。 吸収パッド、吸収パンツの売り場スペースが拡大される傾向にある。テープ止め、タイプ、パンツタイプのサイズは、小さい順から赤ちゃん、子供用では、未熟児用、新生児用、S サイズ、M サイズ、L サイズ、ビッグサイズ、ビッグより大きいサイズ、乳幼児用スーパービッグもしくは、大人用ジュニア、SS サイ、大人用は、大人用 S サイズ、大人用 M サイズ、 大人用 L サイズ、大人用 LL サイズ、大人用3リットルサイズ、ヒップ110から140センチメートルと展開している。入用児用は体重、大人用は用意、ヒップサイズを目安として選び、入用児用は月齢または年齢と体重、大人用は体重とヒップウエストサイズが平気されている場合が多い。サイズの目安はメーカーによって一部異なる。このか。 トイザラス、ニューウルトラプラス4グループ、トップバリューベビーオムツ等、プライベートブランドのおむつを販売しているケースがある。なお、ユニチャームでは、上記の通り、ムーニー、マミーポコと2種類のブランドを使い分けている。ムーニーは、品質や機能性重視、マミーポコは、経済性、価格重視のブランドとなっている。なお、新生児、S サイズスーパーウィッグサイズはムーニーのみ。 一部メーカーからは、日本衛生材料工業連合会のガイドラインによる表示上は、乳幼児用ながら3歳以上の幼児小学校、低学年ぐらいの体重 15kg から 25kg 前後の子供用に、乳幼児用よりやや大人っぽいながらも可愛い絵柄が入ったビッグより大きいサイズが発売されている。日中の幼稚園や学校生活を考慮して、 自分で履きやすいようにすべてがパンツタイプになっている。機能的には通常の乳幼児用紙を持つと変わらない。前述のトイレトレーニング用、おねしょ対策用より大きめであるため、大柄の乳幼児のトイレトレーニング用やおねしょ対策用にも使用される。ビッグやビッグより大きいサイズ、またはトレーニングパンツや夜用パンツでは小さく、大人用の S サイズでは、 大きいという小学生、中学生程度の学童用に、スーパービッグサイズとも発売されているメーカーにより異なるが、おおむね用意50から70センチメートル、体重20キログラムから35キログラムに対応。重湿菌や、野尿症対策のほか、心身障害児の介護用としても考慮されており、パンツタイプの他にテープ止めタイプも存在する。日本衛生材料工業連合会の ガイドラインによる表示では、銘柄によって、乳幼児紙をむつとされているものと、大人紙をむつとされいるものに分かれる。また、アメリカを中心とする海外では主に、おショ対策用に、中学生や高校生程度の体格、おおむね体重 60kg 前後までにも対応する、サイズも存在している。これらの、スーパービッグサイズや、ビッグ、ビッグより大きいサイズの需要は、 近年増してきている。背景には、子供の成長に合わせて、おむつを外すという考え方へのシフトが見られ、おむつが取れる年齢が遅延化していることが挙げられる。中高生のおむつ人口も急増してきている。その一方で、おむつなし育児という考え方も近年出てきているため、おむつはずれに対する考え方は二極化しているとも言える。主に高齢者や障害者向けの需要であるが、 おおむね4歳以上で肥満等で、子供用紙をむつのサイズが合っていない子供や、比較的年齢の若い成人で心身に特に、障害がなくとも、失禁や野尿症が見られるもの、成人の健常者でも、高所での作業や、長時間トイレに行けないほど拘束時間が長い等の、特殊な環境下に置かれる業務に従事しているものが、使用することもある。軽度の尿失禁用の吸収パッドや、 吸収パンツなどと共通のブランドが多い。医師の診断により、吸収パッドや吸収パンツなどとともに、所得税の医療費控除の対象となる場合がある。詳細について、医療機関や税務署市役所などに確認すること。なお、医療費控除は、大人用おむつ及び、子供用おむつの一部製品で、障害児もしくは小柄かつ障害を抱える、成人の介護も視野に入れて、 スーパービッグサイズの一部製品に適用され、通常の子供用おむつには適用されていない。世界各国で乳幼児、幼児用のおむつが使用されている。基本的な用法と効果は日本のものと大きく変わらないが、装着時期については大きく異なる地域も多い。おむつを乳幼児、幼児に使用する場合、1日5回から10回程度と頻繁に交換使用される。 布おむつの場合汚れた部分を洗い流し何度かリユースすることができるが使い捨ておむつの場合リユースやリサイクルを前提には作られておらず吸水部分のみならず体に固定するカバーに相当する部分も含めて捨ててしまうこれが大量の廃棄物を出す原因としてゴミ処理を行う側の自治体や環境問題に熱心な人から問題視されることがある 廃棄方法は自治体によって違う可能性はあるが基本的にはお物をトイレに捨ておむつ本体は可燃物として廃棄するよう求められている60年前の日本などでは2週間から2ヶ月でおむつを外すことも多かったお母さんにサポートされておしっこうんちすれば不快でないことがわかれば赤ちゃんはちゃんとおしっこうんちのサインを出せるのであるお母さんが そのサインを見逃さなければ、おむつは、早く外せる。一昔前には二歳ほどでおむつが外れていたが、近年では三歳になもおむつが外れないのが、一般的である。赤ちゃんにとって、中途半端に快適な紙おむつの普及は、かえって自然な赤ちゃんが、生活習慣を身につけることを遅らせているという、研究者もいる。近年では、おむつなし育児に関する書籍の発行も増えてきた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。